日本に負けず劣らずの粒揃いだったのが、決勝で日本を破って優勝した台湾代表のメンバーだ。中でも、日本とのスーパーラウンド、6日、で先発し、4回無安打無失点の好投を見せた最速152キロ右腕のチェンムーヘン、沈黙港イコール右投げ左打ちイコール写真、をめぐって、日米で争奪戦が繰り広げられそうだ。181センチの上背があり、 直球の威力はもちろん、カーブ、スライダー、チェンジアップも駆使する。内野手も務める、二刀流、で、大谷翔平、ドジャース、に憧れているとか。試合会場ではメジャーのスカウトに加え、ソフトバンク、日本ハム、オリックスなど複数球団が熱視線を送っていた。中でもオリックスは福良 GM をはじめ、スカウト幹部が集結したほど、 西部や巨人も兼ねて調査をしているようです。放送関係者、メジャーは野手として評価し、日本は投手として期待する球団が多いという。近年、台湾の高校から直接、日本球界入りする選手が増えている。このチェンも近く、日米のどちらでプレーするか、決断することになる。